しました。午後2時となりましたので、皆さんお待ちかねの餅つき大会始めていきたいと思います。さあ、この餅つき大会にはもちろん午前中に、ね、登場していましたドアラ、サオロン、パオロンも来てくれますからね、皆さん楽しみにお待ちください。ちょっとね、日が陰ってきて寒くなってきましたけど、皆さん大丈夫ですか、ね、私のように風邪をひかないように皆さん暖かくして見ていてくださいね。今からさっきね、あっちでお米炊いてましたから、それをここで本当に皆さんの目の前でお餅つきをして配りたいと思っています。一応ね、小学生以下のお子様をメインにお配りをしたいと思っております。もし数に余裕があるようでしたら、後ほどね、大人の方にも少しずつですがお分けできたらいいなと思ってますので、どうぞそちらの方だけご了承くださいませ。来てくれましたね、皆さん道通してあげてくださいね。はい、パオロンもね、通してあげてくださいね。はい、どうもありがとうございます。ごめんね。はい、じゃあパオロンも気をつけてステージの上に上がってきてください。はい、それでは今から小学生以下のお子様の列を作りたいと思います。こちらスタッフさんが手を挙げているところを先頭に一列に並んでもらいます。お餅がもらいたいよっていう、ね、小学生以下のお友達は一列に並んでください。走らないでくださいね、一切に走らないでください。はい、喧嘩しないようには後ろから並んでくださいね。後ろの方から列に並ぶようにしてください。ドリドリでしょうよ、お餅がね、もうすぐできます。これが食べたいよね、さっきからお姉さん言ってたけど、あの状態が美味しくない。はい、あー、すぐ食べちゃった。あれがね、どうしてもお姉さんも食べたいんだけどな。でもダメだね、お子さんの分が負けさせるからね。はい、今こちらお子様の列作っています。小学生以下のお子様一列に並んでください。餅つき始めますので、ドーラたちはどうしますか、ステージの下に降りて応援する。どうしたらいいですか、松下先生、ステージ上でいいですか。忙しいようですね、とっても忙しい感じです。ちょっと誰の応援なんですか。それどころじゃないようですね。列の方できてますか、ちびっ子の友達みんな列並べてますか。大丈夫かな。ちょっと並んでくれてるお友達でお餅つき見えにくくなってるかもしれませんが、皆さんのちょっとこうやって優勝ってやりながら見てくださいね。今日はね、もちろんドアラにも餅つきやってもらうということなので、大丈夫かな、ドアラ体調の方は大丈夫かな、ね、いきなり腰とか痛めないでくださいね、餅つきやってね。危ないよね、結構シャーの餅つき結構体力いりますからね。ちょうど近くで見に行く、ね、下降りてみようか。いいよ、降りて。よいしょ。なんかね、サウロンにお手伝いできることありませんか。ない大丈夫。パウロンもね、下の方降りててもいいよ。あそこからは無理だな、パウちゃんはちょっと危ないですか、階段で降りようね。正月早々、ね、骨折とかしちゃったら困りますからね。さあ、いよいよ餅つきが始まりそうな予感ですが、あ、お友達危ないですから前に出てこないようにお願いしますね。どうやら後でやるんだからね、よく見てて覚えてくださいね、やり方。あ、コーリさんがやるんですか。スタッフのコーリさんがじゃあ作るそうなので、皆さん応援お願いします。そう、よいしょ。
見えた。どうですかこの餅つきスタイルの音が。じゃあ。なんか本当はね今日松下先生がねつくつもりだったらしいんですよ。どうにもね腰が痛いらしい。もうダメっていうことで堀さんにやらせてます。どうでしょうかねこの感じ。ね本当にちゃんと仕事しなさいっていう感じですけど。はい、どんどんね、今みんなにお配りするお餅つかれてますが、よいしょなんかちょっと盛り上がりに感じますけど、もっと掛け声欲しいよね。よいしょ皆さん、もうちょっと盛り上げる感じで掛け声とかね、お願いしますね。はい、よいしょよいしょ。なんか、つきたい人をやらせてもらいたい人いたら、やらせてもらうらしいですよ。あ、子供さんでいますか？まだ。あ、大人しかダメみたいです。じゃあ、前で手を挙げてた。お姉さん、やってみます。そう。だって手が上がらないんだもん。男の人います？じゃあお姉さんやってみましょう。ちょっと意外とねパワフルかもしれないですよ。もう一人ぐらい、あ、やるって。じゃあ前でちょっとスタンバイ、スタンバイ。はい、お姉さん大丈夫かな。コート脱いだ方がいいかもしれないですね。結構力入りますからね。よいしょ。男の人先。じゃあお兄さん先にやりましょうか。ちなみに餅つきの経験はありません。ありません。初めての人生初の餅つきですよ。よいしょ。お、結構力強いじゃないですか。いい感じですね。はい、こんな感じで。もうちょっと行きますか。あ、お水をつけようと。そうすごいね、なかなかプロじゃないですか。よいしょ。いい音してますね。はい、よいしょ。はい、というわけで皆さん拍手お願いします。やってみます。お、2人がかりですか。あ、じゃあちっちゃい方で。あ、いいですね、女の子用で。じゃあ交互に。あ、せーの、ドンドン。最悪や。この子ちゃんの身長もでしょ。
もう本当に楽したがりなんだから、ドアラ。いるかな？なんかお手手反対じゃない？やりにくくない？ちょっとお手手反対じゃないですか？何企んでんすか、ドアラさん。あ、そうかそうか、こう、なんか変な感じがする。よいしょ、ドアラやってないし。はい、ドアラがやりますよ、皆さん。カメラで用意はいいですか？もうちょっと力強くいきましょうよ、ドアラさん。ドアラさん、腰に、なんか腰にこう、なんていうの、落として力を入れて。ドアラさん、ダメ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 、危ない危ない。よいしょ。何したいんですか、ドアラさん。最後仕上げで松下先生が行くそうです。上手ですから、もともにプロですから。ちょっと一味違いますから見ててくださいね。ドアラさん何しとったん。何、汗かいてないでしょ。汗かいてないでしょ。あ、プロだ、すげえ。あ、ダメ、ダメ。腰をかばってる感じがありますね。腰本当に痛いらしいですから。はい、じゃあ仕上げですからね。よいしょ、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 よいしょ。シャオロンどう、この持ち、なんて、ダメダメダメって厳しいの。真ん中ですよ、真ん中ですよ。ちょっとイマイチな感じですね。あ、シャオさん、シャオさん、おいしいです。あ、まあまあなんだ。はい、出来上がりですか。あ、できた、できた。おー、できました、拍手。で、今から動物を取り分けて皆さん手を置いてください。もう一個いらん。こっち、こっち、こっち、近くに見にしてきてもいいよ。でもね、食べちゃダメだからね。多分一口で食べちゃうけど、多分お友達の分がなくなっちゃうから。はい、第2弾ですか、次。まだまだありますからね。はい、あ、おいしい。もう一個来た、ね、もう一個来た。お子さんはじゃあこっちにいますけど、どうするんですか？前通っていっちゃっていいですか？はい、じゃあすみません、そちら側通路の方開けてくださいませ。お願いいたします。そちら通路では立ち止まらないようにお願いします。